パスパブチャンネルへようこそ。今回は Windows 11、10にアカウントを追加する方法をご紹介します。まずは管理者権限で Windows にログインが可能な場合について説明します。設定からアカウントを選択します。他のユーザーからその他のユーザーをこの PC に追加をクリック。ローカルユーザーとグループ管理画面を開きます。最新のユーザー一覧が表示されています。右クリックから新しいユーザーをクリック。ユーザー作成画面が開いたら追加するユーザー名とパスワードを入力します。ここではハローというユーザーを新規に作成します。パスワードは2度入力してください。新たにユーザーハローが作成されたことがわかります。次にパソコンパスワードを忘れた場合に Windows アカウントを追加する方法についてです。パスパブ4WIN キーを使えばパソコンのパスワードを忘れた場合であっても新たに Windows アカウントを追加することができます。パスパブ4WIN キーのダウンロードは本動画の概要欄からお願いします。最初にパスパブ4WIN キーで起動ディスクを作成します。開始をクリック。ISO イメージをダウンロードしています。起動ディスクを作成します。書き込む開始をクリック。書き込む先のデータはすべて上書きされるのでご注意ください。続行をクリック。起動ディスクを書き込んでいます。少々お待ちください。起動ディスクの書き込みに成功しました。パスワードを忘れてリカバリーが必要なパソコンに先ほど書き込んだ USB の起動ディスクを差し込みます。パソコンを再起動します。パソコンの起動画面で F12 キーを連打します。 BIOS 画面が開いたら USB から起動するように変更します。起動しています。リカバリーが必要な Windows システムを選択してください。次へを選択します。新しいアカウントを作成を選択して次へをクリック。ユーザー名とパスワードを入力します。パスワードは2度入力してください。作成をクリック。再起動をクリックしてパソコンを再起動してください。パソコンを再起動しています。先ほど追加したアカウントが反映されていない場合にはもう一度再起動を実行します。先ほど追加したパスワードアカウントが表示されています。
パスワードを入力します。新しいアカウントを追加した後の初回ログインは時間がかかる場合があります。少々お待ちください。無事ログインできました。ご視聴ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。